る？あ、ちょうどよっき。よきき、のき。めっちゃお風呂上がりで後頭部まだびしょびしょやね。こんばんは。ということで、2020年納めに参りました。ん？みんな良いお年を。終わり。良いお年をってポッて出たよ。ツイッターとかインスタとか更新しなくちゃ。みんなはどんな一年でした？よいしょ。みんな祭りだ祭りだ、ぴょんぴょん跳ねろ、わいしょいわいしょい、どすこいどすこい。どすこいだけは違うな、間違えたな。さっきさ、私2時間弱ぐらい配信してたんですよ、お部屋のお片付け配信って言って。で、それが終わった後に眉毛を脱色しました。金髪にしたらめっちゃ綺麗に金髪になって、私的にはお気に入りなんですけど、メイクをしてないと眉毛がちょっと薄すぎる、ちょっとヤンキーみたいになっちゃいました。危ない危ない、あと1時間だった。ちょっと危ないな、どうしようかな、メモ欄に書いとこ。あ、アラームにすればいいんだ。タイマーじゃなくてアラームで、22時40分にラベルを、アラームじゃなくて、オッケー。危ない、あのね、今回はそんなね長く配信はしないですよ。簡単に今年の総括をして終わります。皆さん年越しそばは食べました？市川まなみは食べました。市川家は毎年知り合いのお蕎麦屋さんの、お蕎麦屋さんで買ったお蕎麦です。まーなちゃんはシンプルが好きなので、シンプルな天ぷら蕎麦です。おいしそう、食べました。皆さんメール見ました？あのメールに載せてた写真のワンちゃんは本当に亡くなる1週間前の一番最後に撮った写真です。だからちょっとあれあんまり可愛くないんですけど、病気の時だったから。でもちょっとこの写真にしようと思って、この写真にしよう。ハイラーで不格好な
そうなんですよ。で明日はちゃんと親戚のご挨拶に、いつもは長いはす長いするんですけど、今年はちょっと感染症とかもあるし、時間、お父さんたちとかの実家行くとやっぱりみんなお年を召してる方が大勢いるから、そのために早めに解散をします。でも明日も明後日も楽しみ。明日は絶対にお年玉をくれるおじいちゃんばあちゃんだけど、明後日はお年玉くれないおじいちゃんばあちゃん、くー悔しいでー酔っ払ってないです。一切お酒飲んでません。私もともと別にそんなお酒飲むのみたいな人じゃないので、お酒なくても生きていける人間なので、でもまあお酒ないと生きていけない人間が周りにいないから全然あれなんですけど、高まる愛の中、回る心臓の中、三千と輝くスターパパ、あら、ゆくねんくるねんだ。あ、これごめんなさい、お父さんがゆくねんくるねんって言うから、ゆくねんくるねんって市川家では言ってます。ゆく年来る年分かってます。ゆくくま、ゆくくま年ちゃうんか。ゆくくまタワーありがとうございます。なんか花火みたいのも入ったで。これは何、年越しって書いてある花火みたいなのもあるよ、くす玉みたいな。でもこれもう一個赤バージョンもあるんだ、白と赤。私たちは赤だよ。良いお年をとか、ありがとう、ゆくくまタワーありがとうございます。ゆくねんくるねん、私は本当に今年は情緒不安定に、なんかみんなに会わないと情緒不安定になっちゃうかもしれないことが分かったし、眉毛は金髪だし、ファッファッ、本当だよ、こんなにね笑ってんのショールームしてる時ぐらいだよ。20時までだから年越しできないの悲しいね。今日に限って朝5時まで配信可能なんですよ。お家でも賑やかそうだけど、たまに。ちょっと待って、ニキビピってきた、ニキビピ、ニキビの崩れ塗っちゃうよ。カウントダウン配信しません。市川はいつもしません。なので今回は本当に手短に今年のありがとうっていうことを言って本当に終わろうと思っているので、15分になったら本当に終わると思います。
そう、家族写真も撮んなくちゃいけないし、あの私の家って年越す前にゲームをする決まりっていうかあって、例えばドンジャラとかいう麻雀の子供用みたいなのとか、例えば人生ゲームとか、まあ今回はこれどうかなって思ってるのはこういうハっていうゲーム、カタカナしね、今ちょっと見当たらないからな、こういうハっていうゲームあーとか、あとはこの前買いました、よいしょ、千と千尋の名台詞カルタ、このあたりをねやっていこうかなと思います。桃鉄するの、桃鉄はさっきまでちょっとしてました。今弟が一人で周回してます。こんな感じでやります。ルールじゃないんですけど、近いきゃ家族みんな仲良しがいつもなので、はあ、来年もね、なんかいつもショールーム増やしたい増やしたいって言ってるから、本当に来年も増やせたらなって思います。見て、メンターマンの中にショールームある、そういうのやめようって思う。来年は大人になるん無理はい、来年の目標ももう無理、もうできないって思った。見て、こんなに綺麗になった。これを今下げてます。ちょっと待って、足がゴーゴーズワーリーじゃない、なんかね、でもね、常にこのテンションじゃなくて、これは多分みんなといるからっていうのと、ショールームだからこのテンション。本当に、じゃあもう早く総括ちゃんとしようもの、みちゃん、レインボーソバル今年1年本当にありがとうございました。最初は3月ぐらいに一回劇場行ってメイクしてよしってなった時に、今日ちょっと劇場公演できません、コロナの対策でできませんって言われて帰って、その次の日から公演ができなくなって、私はやっぱり公演が好き、本当になんか何回も言ってきゃ公演が好きなんですよ。上手なんか公演が好きだから上手っていうわけではないんですけど、ただただ公演が大好きで、もっとなんだろう、 AKB の良さはやっぱり公演だと思うんですよ。私のヘッダーって Twitter 始めてからずっと一回も変えてなくって、ずっと劇場公演なんですけど、私はその劇場があるからこそ私がいるっていう感じだし、なんかその劇場ができなくなったって時は本当に不安だったり、どうやって自分を表現していけばいいのかなって思う時もあって、まあ多分ほとんどのファンの皆さんが私の公演を見て推しにしてくれる、推しにしてくれる、推しメンとして選んでくれたり、なんか気になるって思ってくれたりする人が多いと思うんですよ。あ、15分経ちました。だから本当に
表現が分かんないし、私をその私はここだよってアピールする場所が、私はここにいるよってアピールする場所がなくなっちゃったから、私の中で一番アピールできる、だからこれはどうしたらいいんだろうって。そう、私横ちゃんみたいにすごいダンス習っててすごい上手でダンサーさんみたいな踊りとかができるわけでもなく、歌もうまいわけでもなく、突起した何かがあるわけでもなかったんですよ。なんかゆいりちゃんほど劇場公演には出てないし、いっぱいたくさんポジションも覚えてるわけでもないし、だからその何かの一番っていうのはなかったので、とりあえずまあまた何かの一番は無理かもしれないけど、動画その5月ぐらい3月で4月1ヶ月ずっとお休みなって、いやこのまんまじゃ絶対ダメだなってなって、何かしなきゃってなって考えたのが AKB の踊ってみた。でサビだけ踊って、みんなが好きそうな曲とか私がやりたい曲とかやったことないから、あのわざわざ動画をもらって覚えたり、メンバーからリクエストもらって覚え踊ったりしてたりしたんですよ。で動画を更新して、ドボンも毎日やって、ショールームも毎日半年間ぐらい、5月の頭から10月のラストの方までずっとやってたから、半年間ぐらいほぼ毎日ショールームもやって、今ねなんかみんないっぱいやり始めてるから、なんか今やり始めちゃってすごいなんか波乗ってるかみたいな、波遅れた、なんだろう、先取りだったのか遅れたのかわかんないけど、待って、私なりにその毎日やったりとかしてはいたんですけど、なんかウィークとか言って、みんなもそれなりに楽しんでもらえたのかなと思ったんですけど、あの音源使うのダメってなったり、まあ、ショールームとかも毎日毎日すごい時間を作る上で、10月後半になってくるといろんなものが戻り始めて、公演とかだって始まったり、そういう今までのいろんな生活が戻ってきて、やっぱり自由、そのショールームだけにかける時間が減ってきちゃったりとかして、いろいろまあできなくなったってわけじゃないんですけど、難しくなってったりとかして、今日だってこの遅い時間まで自分の部屋でできてるのも、ただ年を越すために24時まで家族みんなが起きてるから、ちょっと部屋誰もいないからみたいな感じで、実家暮らしだからそういう面とかでもいろいろ考えて、大変ちゃう、大変、わかんない、なんか大変っていう言い訳をしてるだけかもしれないんですけど、そんな中やれて、まあその間に私がすごい苦手なショールームをやってたからか、そのショールームが面白いとか、なんかお話し会をするときに、そのショールームのまんまだねみたいな、あこの人はショールームを見て私の握手券を買ってくれたんだっていう人とかが増えたり、動画を見て握手券を買ってくれたんだ、握手券っていうかお話し会に参加してくれたんだとか、リップとか見てたりとかすると、そういう人たちがすごい増えてきてよかったなって思いました。なんか私はそうそれをダンスをね、そうクイズ形式に、もう無音、音がダメって言われたらじゃあ無音でやろうってなってクイズ形式にしたりとかしてねやってたんですけど、でそれでみんな反応してくれるのもすごい嬉しかったし、毎日なんかね、何かつながりの場を設けられるっていうのは良かったなって思います。やっぱり毎日見に来れる人っていうのは少ないから、
こういう風に前日から告知してやるっていうのもいいのかなと思いつつ、まあ私の中ではあとは e スポーツ運動会とかでも自分の良さとか出せたのかなって思ったし、その自分を出す場がなくなったわけじゃないんですけど、限られた中でもちょっと自分なりには出せたのかなって思います。でもこれから公演が戻ってきた来てやっぱり波は劇場公演だよねってなると思うのでそうやって、ね、やっていく、そう戻りつつも、その他でね、他の SNS とかでファンになってくれた方が劇場を見て、あ、まなみちゃんこういうパフォーマンスするんだっていう風になってくれたらなって思います。そう寝ながら荒野行動してたりね、私自身もともと荒野行動はやってたので、でも私なりにめちゃめちゃすごい練習して、もうあんま言わないんですよ、私コソ練大好きなんで、コソ練マンなんですけど、その練習してメンバー、その同じクイーン、あのクインテッド5人でやるから、その LINE グループを作り、ここに何あるよっていう強い武器は何かとか、こういうなんかどういう風に立ち回っていくかとかを全部リンク貼ったり説明したり、そういう風にしてたので、なんだろう、私なりに頑張っての2位だったのですごい悔しいなと思いますね。頑張ったけど逆 MVP になっちゃったしなので、まあ私もラスクラも続けてて、なんか動画とかは上がったり上がんなかったりって感じなんですけども、それはもう先方の方だから分かんないんですけど、上がるたびにファンの人が教えてくれたり、私も YouTube チェックしてたり、いまだにちゃんとラスクラを続けて、いつまたね強化した市川さんのユニット見せくださいってなってもいいようにやってたりしてます。まあ私がねそうやって好きなことはゲームっていうので堕落してるイメージあると思うけど、お仕事にこうやってつないでいけたらなって思います。すごい、やっぱゲームってなるとさ、遊んでるっていうイメージはあるのかもしれないんですけど、まあそりゃそうですよ、楽しいことをしてるから遊んでるっていうふうに思ってても仕方ないんですけどね。あと私が最近読んだ、ちょうどでもいい、急に目に入ったから、あの小説ぜひ読んでみてください。これ記憶や、あとは何してたっけな、私本読むようになったのと、あと勉強も、でも勉強はやっぱりさっぱり苦手、やっぱりさっぱりきっぱりさっぱりで感じです。なのでゲームでもねやっていきたいし、私もゲーム実況もしたいと思ってるので、インスタライブとかでね勝手にできちゃったりとかしたらなって思ったりでもゲーム実況の仕方とか、パソコンとか持ってたらできるのかもしれないけど、持ってないからうん。
なんか私は自分の楽しいを共有したいタイプなので、皆さんの楽しいも共有してほしいし、私も楽しいを共有していきたいなって思います。まあ向き不向きで言ったらアイドルは普通に向いてないと思うんですけど、なんだろう、みんなと一緒に楽しみたいっていう気持ちがすごいあるので、そうやってみんなとね、ずっと髪の毛が顔にまとわりついてるの、うざい、取れた。いけたらなって思います。みんなとね、そういう楽しいを共有して、そういう今大変な時期の中、大変な時期ですけど、楽しいを共有していけたらなって思います。来年も、まあ私自身ももう22になる年で、周りから見るともう大人としてちゃんと自立をしなくちゃいけない年でもありますし、なんだろう、それなりに一人の大人としてカウントされるので、子供みたいな言い訳は通じないと思うので、大人としての行動を心がけて、なんで言ったらいいんだろう、今までは例えば後輩だからっていう感じとか、もう15期も後輩じゃないし、まあもう22っていう時点で後輩じゃないから、そういう22歳らしく15期先、もう15期は先輩っていう風に思いながら、頑張っていけたら、頑張っていくっていうか、そういう大人な生活、いつ誰に見られてもなんか子供っぽくないと言いますか、ちゃんとした大人の対応ができる大人になれたらな。中身がこういう、なんだろう、ショールームでふざけちゃう部分は変わらないと思うんですけど、ビシッとするとかビシッとするみたいな、そういうメリハリのついた立派な理想的な大人になれたらなって思います。なんかもう、いやでも昔から自分を殺す癖はすごいあったので、それもなくしていきたいなって思います。やっぱりおとなしくするっていうのはいいことかもしれないんですけど、ということで、まあこんな感じで今年を締めくくり、来年はですね、みんなに会うっていうのは公園でできちゃったっていうのもあるんですけど、私の中だと、まあ、AKBまあ、シングル出してほしいし、そういった感じだと、AKB を応援する AKB メンバーでありたいって思います。みんなの活躍を喜んで自分の動力にして、AKB のためになるような、自分のためでも AKB のためでもあるような、そんな形でいけたらなって思います。私はね、何があっても AKB48 は大好きなんで、私の青春助けてくれた、私が私を二度も助けてくれたグループなので、本当感謝してもしきれないので、いやー素晴らしいグループですよ。そしてね、私自身もいろんな視野を広げていけたらなって思います。以上です。もうなんか選抜入りたいとか、なんだろう、センターになりたいみたいな、そこまでがっつりは言えないんですけど、やっぱりそっちの方が皆さん的な目標とか
そうかもしれないんですけど、でも私はチームケアのセンターにはなりたい。やっぱパフォーマンスも人気も、なんだろう、顔も歌唱力も全てにおいてはまだまだ未熟な部分があるから、まだ伸びしろもあるなって思ってるし、この前の公演した時のちゃんと修正して25日公演できたりとかした部分を見て、自分はまだ伸びしろあるなって思ったから、なんか AKB の線、まあ自己肯定めっちゃ低いからあれなんだけど、その K、AKB のセンターはこの顔面じゃ貼れないから、あの貼ってるとすごい私の憧れてる AKB に対してすごい申し訳ない気持ちになっちゃう。いや違う、皆さんはそんなことないよって思うかもしれないけど、私は私がすごい好きじゃないし自己肯定低いからこういう風にいつも考えちゃってるんですけど、そうやってなってるけど、その中でも私は K の中でそういうポジションでも、私のダンス的にセンターは合わないっていうのも分かるんですけど、そんな K を引っ張っていけるような存在に、 K といえばみたいな、そんな感じに思います。そう、 K のねフロントになって、その後輩たちにね、いつまでもこういう体育会系で先輩も後輩もマイク持ったら関係なく本気でぶつかり合うチーム系を見せていきたいなって思います。そんな感じで本日は終わり。ランキング読みますめっちゃ雑ということで、13位から13位みゃおいさん、ありがとうございます。12位たけさん、ありがとうございます。11位ぐりさん、ありがとうございます。10位しまっとマーク、2020年もまなみーちゃんのトリコありがとうございます。あ、2021年だったまなみーちゃんのトリコありがとうございます。9位かっさんアットマーク、今年もありがとう、結婚応援行きます、待ってます、ありがとう。8位ギータカートマーク、来年こそまなみほねまで愛してる、ありがとう、って叫びたい、ありがとうございます。7位アンジーアットマーク、来年も頭の中はまなみでいっぱい、ありがとうございます。あの T シャツもみんなよれよれになるまでぜひ着てね。6位シャンクスアットマーク、今年最後のまなみにやっぱりキュンです、ありがとうございます。5位サプライズレバーアットチームうちらさん、ありがとうございます。4位富山ゆいさん、過去チームケアしか勝たん、ありがとうございます。3位チョコレットさん、ありがとうございます。2位わたるアットマーク、来年もまなみのことが大好き、ありがとうございます。そして1位は影安さんです、ありがとうございます。私はねトムさんが大好きだから、トムさんもねまだ AKB にいるって信じてるから、私はトムさんと一緒にケアを引っ張っていけるような人になりたいなって思う。なんかね、みーちゃんも卒業しちゃうし、実質一番上の先輩はトムさんになるし、トムさんも結構責任感強い人だから、そんな人の荷物をちょっと持ちながら一緒に頑張っていけたらなって思います。だって K のセンターは K のメンバーがいいじゃん。8のセンターもいいと思うけど、だって今チーム A のセンターゆいゆいだったり、K のセンターなるちゃんだったり、 B のセンターは誰だ今わかんない、で4のセンターが、あ、4のセンターはズッキーかみたいな感じで、チーム8もすごい実力つけて頑張ってるので、そうね、チーム8と K 兼任で K のセンターをやってもらってるから、まあそんな中で K の準メンっていうの、兼任してないメンバーとして頑張っていきたいなって思います。
あとね、私ね、トムさんが個人的に大大大好きなんだ。あと麦さんも、なんか県の先輩が大好き。みーちゃん、麦さん、トムさんが本当に心から大好き。あまり言わないし、自分から先輩先輩って行くタイプじゃないんですけど、本当にトムさんと麦さんは本当に大好き。みーさんもなんか卒業するまでにもっと仲良くなっておきたいなって思って、この前一回お家にお邪魔したんですよ、みーさん家に。シャケちゃんと遊んで、シャケちゃんなので、あとなんだろうね、そう、トムさんは現役メンバーで唯一ずっと同じチームだから、 AKK ってずっと一緒だからね。あとなんだ、トムさんは荒野やる約束したし、麦さんはね、わかんない、最近 LINE したりしてるぐらい、わかんない、そんな先輩と本当に仲良くなるの苦手だからあれだけど、そんな感じで私の目標、先輩と仲良くなる、今さらということで、皆さん今年もありがとうございました。来年もよろしくお願いします。なんか一緒にいてもらえればなって思います。いいんです、私人に嫌われるの嫌いなので、嫌われるの嫌い、怖いので、好きでいてくれる人が世の中いっぱいいたら心強いです。そりゃそうかまたね、バイバイ、良い年を。あきおめこと夜は来年か。またね、ありがとうございました。インスタとツイッターこれから更新します。バイバイ、キュンです。あ、投票開始になっちゃう、間違えて投票画面にしちゃった、どうやって終わらす、あ、できた、バイバーイ。